1938年に彼は今川氏元政治条件の着地で指定していますあの。よく言われる今川氏真が分弱というイメージは、この冷静為ずに和歌を、飛鳥政宗から蹴鞠を学んでいるということですが、彼は津ら墨伝に剣術を学ぶ、剣豪大名にもなれた人間である、津ら墨伝というのは足利をしてるの師匠ですから、義輝とともに氏真も剣術を学んでいたということがいえます。58年に家督を継承して、駿河遠美を支配しています。 ただ彼の場合はやっぱりあれですよね。1960年に沖肌の戦いで吉元が戦死し、1960年には三河を失ったというのが大きかったと。さらに、あの、義元戦死後に受刑医の貢献を受けて支配をなんとかやっていこうとするんですけども、東遠江では良い死が反乱を起こす。まあ、要するに、あの巨大な父吉元が死んだ後、まだ若い氏真を にが家中をまととめていいくののはちょっっ難しいものだったわけですその中でも、1六6 6年には富士・大宮の六歳地に楽一例を出すなど、えー、信長よりもはるかに早くに、えー、楽一例を出していますけれども、北条氏康を支援して長岡景虎との戦闘に入っていくとか、まあ、それ相応に活発に、えー、軍事行動等も行っています。 だからまあ、あの、氏真はまあ、しばしば無能扱いされますけども、まあ、そもそも和歌とか、えー、和歌の一つ、剣割りの一つできなければ、そもそもあの、戦国大名って、逆にこれは別の意味で、あの、国を持ってないんですよね。この和歌とか、やっぱりあの戦国大名のたしなみです。お茶とか。そういったものは、別に彼らが文弱に流れてるから、そういうことをやるわけじゃなくて、これぐらいできないと、将軍家との関わりとか、そういう権威とかそういったものを持ってないと。 今川氏真って不幸だったのはやっぱりここですよね。1167年、武田義信が廃棄されます。これはあの、武田信玄と義信の関係が急速に悪化した。ですが、その結果、えー、義信は自害に追い込まれ、義信夫人は寸婦に送還されてしまいます。これによって後春関係が悪化すると。で、さらに、えー、その翌年には受刑人が亡くなってしまいます。これによって、今川家はその中席を失い、まだ若い今川氏真が一人で、 武田信玄という機代の勧誘に対処すねばならないと。で、この武田信玄は駿河の国に侵攻していくと。信玄は氏康に対して今川ある分割を提案します。しかし、正室の随慶院が義元、えー、の姉妹であるために氏康は拒否します。この時に塩止めがあって、塩止めがあって、あの、あれですね、上杉謙信が敵に死を送る。 死を亡く,くなって困っている武田信玄に死を売りつけるという死を売りつけてボロ儲けをするという美しい話が残っています。そこで武田信玄はあの北条氏康との今川の分取りが蹴られたためにこの徳川家康との間に分割を密約した形をします。これ当初は大井川を境にしてみたんですね。それを受けて 信玄、えー、は駿河に侵攻します。で、この時、えー、今川氏種軍は、信、え、玄、ー、を向かうするんですけども、戦わずに敗走するんですね。で、なんか言うたら、もう、このところには信玄の長楽が住んでいて、今川家はもう完全に崩壊してた。今川家のうち12将が、えー、裏切って武田のもとに出てしもたんで、えー、戦うことすらできなかったと。その結果、寸府落城をするんですけども、この寸府落城時に、氏種の性質の 早川殿も徒歩で逃げなきゃならないという、えー、緊急事になってしまって、自分の娘が、えー、危険な目に遭ったことを知った北条氏はが激怒して、武田氏との同盟を完全に破棄します。ここに高層春三国同盟は完全になくなってしまうと。で、高層同盟とかもなく,なくなってしまうと。氏康は氏真支援のために、1969年には、えー、北条軍が武田軍と、えー、交戦します。 このためになかなか、えー、武田信玄も苦しむわけですけれども、そこで、えー、信玄はこの信長を介して、光悦和洋を行い、上杉謙信との間に、えーまあ、和睦を取り付けます。しばしば戦い続けた、えー、この両者、宿敵は、まああの、織田信長を通じて和睦をすると。こうなりますと、えー、武田は後ろを気にする必要は全くなくなると。あの信長もきっちりとあれですね。 今川を追い込んでますね同年5月、ところがあの武田徳川はずか半年足らずで手切れになります。家康は駿河に侵攻して駿府城は、まあ一旦武田が入った駿府城は陥落します。それとともにあの掛川城に、えー、移っていた今川氏でも徳川家康に降伏しあの、これを契機に徳川北条同盟が成立。まあ、要すするにあの武対武田対ですね 対武田法萌門、武田信玄法萌門として、えー、徳川北条同盟が成立して、家康のもとに取られていた氏真は北条氏のもとに送られていきます。信玄は北条氏と交戦して、1169年には信玄は再び駿河に攻め込んで、駿河の国を制圧します。その後、法上氏政嫡男の、えー、国王丸を有志にしています。これ後の氏直ですね。 ここでは国王丸が成人した後は、駿河の国を国王丸に譲ると。つまり、今川家の家督を国王丸が行うと。まあ、今川を失うという形にする約束が成立します。今川家、はそういう意味では完全に法上氏の一部に取り込まれてしまうという、えもともと法上氏が、その先祖においては今川家の一門だったんですが、ここに至って、再び、え今度はえ今川が法上の一門に入ると。 戦国71まで、最後まで、えー、交戦していた駿河の国の、ね、今川勢力が完全に敗北します。さらに今年、氏康も死んでしまうと。氏康が死ねば、氏政からすると、この武田信玄と戦い続ける意味もなくなってくるわけですね。で、その結果、構想一話が成立して、氏真は居場所が失います。で、戦国73年にはどうも氏真は家康のほうかに入っていたようです。で、浜松にいたと。で、75年には上洛しています。 で、そこで信長と対面。そこで信長から、えー、頼まれて、蹴りの披露をしています。なんだこれが没落した今川家の悲しい道たら光たらですけども、信長の前で恥をさらしてるみたいな感じになってますけども、げまあ、信長は逆にこういう、えー、文化に非常に関心があったんで、氏谷にとってはむしろ誉まれたんでしょうね。その後、長篠の戦いに従軍、諏訪原城、えー、を、えー、落としています。 だからまあ、自分自身的にも、うじざねさんは徳川家康のもとで活躍していると。牧野城主に、えー、なっていると、半年ほどで解任されているといううに言われてますけども、あの、牧野城主だった頃に、松平家忠を家臣につけられてますが、その家忠はずっと、あの、うじざのことを尊敬語で呼んでるんで、どうも、あの、えー、解任というよりは、あの、牧野城主のまま、えー、普段浜松にいるように言われたんじゃないかと言われてます。浜松はうじざね、うじざ衆と言われる、えー、家臣団が存在し、家忠との交際もずっと続いてます。 で1983年には東,東海の半末にやってきた野衛咲久を享望しています、家康と共に。だから家康の、えー、有力な家臣として、氏真の活躍が見られる。 ま、この1八8 3年の、この八崎久の今日以降、氏真の記録というのは一時史料では見られません。二次史料では、あの、駿河の国を落としたときに、家康が駿河の国は氏真ののにと言ったら、信長がそんな役に立ったやつ腹切らした方がいいんじゃないのか、言うて、えぇ、ー、氏真逃げ出したという話をなってますが、これはあの、当時の資料では割り付けられません。1591年には京都にいたようです。1998年には、えぇ、ー、次男の品川隆久が、 秀忠に出資し1610年には着山の紀秀、後の直房が、えー、秀忠に出資しています。1610年には霊出民の連絡会に出席し、駿府で家康と会見して、の後には江戸に移住しているです。1615年,年には江戸で死去していますで。子孫の後家、直房は今川家がついに到達できなかった左近江の少将に、えー、昇進しています。これはあの東 という宮古戦業を交渉した功績です。この今川家は功家として、えー、江戸時代を生き抜きますが、えー、同じく功家のキラ家もさらさらっと見ておきたいと思います。宇治座さんですけどね。はい。この人はなんで宇治座という名前になっているんですか。吉本以外はあの基本的に多分北条家のほう北条家通貨あのこれどっち向いてるかなんですよね。意識的に。 よしをつける場合は室町の方も向くわけです。で、宇治をつける場合はあの関東を向くんですよ、これ。でも、この時鎌倉久保なんかいないでしょいないです。一応ね、あの春宇治さんとか、喜連川家とかいろいろおるんですけども、まあ、宇治は一応それでもあの関東九方の宇治なんです、これ。北条家も宇治をずっと使い続けるのは、要するに私は関東の人間であるという、そういう教示ですよね。一応これ、返記になる一応返記になります。 だから余計に私は、だからあの、吉本が天下を、えー、狙うために京都をどうたらこうたらっつうのは、あまりあの説得力がじなのは、もう一つはこの氏真さんの名前、いや、例えばあの、吉本がもっと京都を向いてたら、氏真の名前、氏真でゃなかったでしょ。例えばあの、よしをつけるならば、よしなんとか、あるいはもう、よしじゃなくてもいいやつになったら、例えば、てるなにとかさん、てるなにとか。 そのあたりは考えるはずですよね当時の吉本の政治力からすれば将軍家から返金をもらうことなんかなんちゅうことないですよね。なんちゅうことないですよね。昇判書もらってんだから。といったわけであえてもらってないということですね。そうですね。だから駿河遠名を支配するにあたってはもうあの向くのは東の方やと。吉本のこの政権構想ってなかなか難しいですよね。 上杉ですら影虎で、輝虎ですからね。あれ、吉弦のテルなんですか吉弦のテルです。謙信がちょっと変わってるんですけどね。関東関連、で、さらに京都にかなり興味ある人間ですね、あれ、珍しく。普通なら、上杉正則から名前もらってるんだから、上杉正虎で、まあ、そっから先に行かないです、普通は。関東関連、上杉家は関東のトップだと。 鎌倉クポはもう崩壊してる以上、俺がトップだと、俺が最善の騎手だという意識なんですよね。ところが、なぜだか謙信はテルトラと名乗りたがる。高いの武田は結局、信虎はあれですけども、晴信になってるのは結局あれでしょうね、あの妻が三生卿から迎えてるからでしょうね。細川晴元の義理の妹ですよね。あの細川晴元の妻の妹を迎えてますからね。であれば、細川からもらったんですか 春という字は,春はあ,のあれですあの足利義晴ですあ。そうか、春元も義晴からもらったんですね。そう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 ,そう。武田も将軍家の方を向いてたの。であの、この春って結構乱発されてるから、結構ばらまかれてるんですよね。例えば南部春政とか、か青森から鹿児島まで春がぶわーばらまけてるんですね。でテルも バーッバル曲がってますよね伊達,とかあ伊達氏はもともと室町時代から伊達ち胸とか伊達種胸とか大体もう取ってるからあれやけども春るはもうあの日本全部ばらまかるんですよ。受刑員さんってやっぱり力あったんですね10年間。今川家をね。10年近くちゃんと吉本が死んでから。そうそう。頑張ってますよね吉本が死んでから。<laughs> 多分これ受刑員でしょうね。 受験におらんか、多分もっとたけ田信玄にやられたんだろうな。まあ、和田先生はあの体験送風切妻が死んだとこから。弱体化するんだと書いて。私はそうは思わないですよね。吉本がしっかりして、してて。たいげ、あの、まあ、体現切妻は存在大きかったけども。まあ、多分。受験のが大きいんじゃうかな。 あえて言えば、あの大元切災、吉本、樹刑人と、この3人が相次いで死んでいったことがやっぱり大きかったと言えるかもしれないけど。で、まあ、その中で、例えば、吉本が長生きしてたら、多分今川家はあんたと思うんですよね。桶狭間で死な,き死ななければ。で、氏んでももうちょっと年、あのもうちょっとあのしっかりするまで時間があればね。そう考えると、信長って偉いですね。うん、すごいですね。 うん。あの状況から立ち上がって <laughs>。うん。そうそう。<laughs> それだけ価値をまとめ上げて <laughs>。